クレイジーに生きよう。せーファイトネス。ファイトネス。の。はい、こんばんは。木の呼吸士の方。クレイジーに生きようぜと、うん。ということで、もうあっという間に1ヶ月経っちゃいましたけれども、今回もですね、後ろに、ゆうこりんの後ろに乗っております大山俊吾さん、元格闘家の今回は後編ですね、うん、後編、うん、後編を見ながら、うん、あれやこれやと話をしていきたいなと思います。まあ、後編はこの僕の後ろに乗っている、まあ、格闘家を終えて次のステージに進んだ俊吾さんがどのようにね、今ここと向き合ってきているのかということをですね、そういうか語っておりますので、まあ、その辺を見ていきたいなということで、今日もゆうこりんボンドよろしくお願いします。よろしくお願いします。ではでは、早速動画の方行きたいと思います。はい。とかちゃって。なんか一言。うん、大丈夫。大丈夫ですか。いいんだ、はい。うん、いい。ではでは、動画に行きたいと思います。なんか僕の格闘技人生の最後を、うん、もう中学時代の同級生が終わらせてくれたっていうのがね、なんかこれ意味あるなと思って、なんかすごく、なんかすっきりしましたね。俺の運動プログラムでシャリさん元気すればいいんだ。感動しすぎて震え出して、で涙出てきて、もう今ここ生きてたら本当に幸せで。その時は引退した後のことっていうのは、うん、何も考えてないってことですか。うん、全くもうなんとかなるでしょうぐらいな思いで引退したんですけど、うん、全くなんともならなくてもうなんか本当リアル見せられましたね。はぁーってこんなに何もないんだと思って、うん、僕は何かあるのかなと思ったんですけど、うん、何もない、何も考えてないし、どうすんだ俺と思って、で今までは当たり前のようにやった目標が初めてなくなっちゃったわけですよ、うん、俺残りの人生どうやって生きるのかなと思って、うん、いやこのままいたら俺やばいなと思って、うん、もういろんな人にちょっとまずアドバイスを受けようと思って、うん、それでいろんな経営者の方にちょっとお話を聞いてましたね、うん、とにかく動かないと多分頭おかしくなると思って、うんうん、でその子供の時にウルトラマンを見て、うん、まあ、みんなの笑顔を作り出す、うん、ヒーローっていうのでやられてこられて、うんうん、で今度はその桜庭さんの試合であそこに立つんだって言ってやってこられてっていうので、うん、まあ、引退になるとその一つのこうもう時代が終わったぐらいの、はい、そうですね、何すればいいのかなっていう、うん、でその時にちょうど厚生労働省がストレスチェックを義務付けにするっていう、はい、それだけ今、うん、もう社員さんでストレスフルの人が多くなっているっていうことを聞いて、うん、じゃあ俺が運動で元気にすればいいじゃん、うんうん、たんですよね、うんうん、それがねもうまたワクワクが出てきて、うんうん、目標がまたバーンって目の前に出てきたから、うんうん、あ俺の運動プログラムでシャリさん元気すればいいんだって、うん、これ誰もやってないしって、うん、そう思ったらもうワクワクしてきて、うん、それでもうスーツ、はい、着慣れないスーツ着て、はい、で現役時代の記事をもうコンビニで一生懸命コピーして、はい、プレゼンに行ってました。すごい、うんうん、だから思ったらすぐ行動ってことですよね。そうです。なんか企画が構想があるとかじゃなくて自分にはできるって感じですか。もうできると思いましたね。もともと運動プログラムはご自身でやってこられてたし、うん、そうファイトネスという、うん、まあ、格闘技とフィットネスを融合したファイトネスという、うん、まあ、格闘技を誰でも楽しめるプログラムを、うんうん、まあ、現役時代もスクールとして教えてたんですね、はいはいはい、でこれを企業に持ってったら絶
対にみんな元気になると思って、うん、絶対に大丈夫だと思って、うん、もうそしたらもう得意の妄想で、うん、頭の中でもう社員さんが笑顔の、うん、そう姿を描いたらもうワクワク止まらないから、うん、ああもう早く営業したいみたいな、うん、もういち早く届けるそうそう感じになるそうでそうしてたら三越伊勢丹の労働組合さんだったんですね、うんうん、じゃあうち今度1日研修がありますから、うん、そこでやってください、はい、じゃあ一枠小山さんのファイトにやってもらえますかって言ってくれてでそこでやらせてもらったらめちゃくちゃ盛り上がったんですねもう皆さんもうずっと座学だからもうちょっとストレス溜まってて、はい、でそこで僕の運動プログラムだからもうみんなもうお祭りになってでそれがまた労働組合さんだから全国に、はい、あの情報が行って、はい、そうで、うん、いろんな全国の伊勢丹さんからうちでもやってくださいうちでもやってくださいっていうことで行かせてもらってでこれでまた伊勢丹さんの実績が僕の中でできたので、うん、もうそれを武器にもう営業に行って、うん、そうそれで100社以上やらせてもらってきましたねそうなんですね、うん、じゃあ最初は飛び込みっていうか何のつてもなく営業に行かれてたんですか？あ、大体ね、名刺交換からですね。本当に名刺交換して、うん、あ、これだと思ったら、もう、うん、行く。行く。って言ったら、もう、また情熱。そうですね。そうですね。みんな元気に行けるんですよ。言いますから。うん、そういうの伝わるんですよね、うんうん。リクルートさんでやらせてもらったことがあって、はい、でその時にあの、終わった後に社長さんに言われたんですよ。うんあなたのプレゼンはひどかったって、うんうん、ひどかったけども、うん、情熱が伝わってきただから採用したって言ってくれたんですよね、うん、やっぱ伝わるもんですね、うんうん、でも、まあ、確信ですよね、うん、もう俊吾さんはもう確信してますもんねもう確信してます、はい、もう頭の中で出来上がってますから、うん、そうですよね、はい、だからもうそこはもう現実になってるから、うんうん、そこに行けばいいんだって感じですねそうですねそうそれをまあ企業さんにやられていて、はい、で今このまあ協会につながっていくということですか、ね、そうですね、うん、今一般社団法人誘導協会というものを持ってて、はい、これはあのヒーローズというイベントがあったんですよ、はい、日本財団の笹川会長とサッカーの中田さんが、はい、もっとアスリートは社会貢献しようよという推進するイベントなんですね、はい、でアスリートが200人以上呼ばれて、はい、でそこで社会貢献してるアスリートがこう、まあ、スピーチしていくんですけども、うん、そこで柔道の山下康弘先生が、うん、もうアスリートにはすごい力がある、うん、アスリートが社会貢献することでそれは世界平和につながるんだ、うん、僕はそれを信じてるって言った言葉が、うん、もうドーンって刺さって、うん、で僕も感動しすぎて震え出して、うん、で涙出てきて、うん、で俺ができることなんだろうって思った時があ、そうだ、アスリートと障害児の子供たちをつなげようと思ったんですよね、うん、こういうことをしてる人いないなと思って、うん、で、もうイベント中に近日トロフィー の小沢彩子ちゃんという、うん、友達がいるんですけど、うん、彩子ちゃんにメールしたんですね、うん、僕こういうことを しようと思ってるんだけどどう思う、うん、って送ったら、うん、大山さん絶対それやってほしいってメール返ってきてそしたらもう僕もう細胞中燃え出して、うんで次の日にもう何やるか決めてないんですけど、うん、もうスケジュール帳にもう丸つけちゃってここに、うん、ここで俺はイベントをやるって決めて、うん、で何やるか決めてないんですけど、うん、もう仲間のアスリートたちにメール送って、うん、俺この日にアスリートと障害児の子供たちをつなげるイベントするから、うん、みんな力貸してって言ったら、うん、みんなもちろんもちろんもちろんってメール来てくれて、うん、それでまた僕ふわって燃えて、うん、それから障害支援関係の方と一気につながって、うん一般社団法人立ち上げて、うん、今の流れがあるということですね、はい、自分自身の中でも、うん、だからかんもう感動したっていう、うん、感動ってまあ動くって聞きますけども、はいうん、その時 もうバッとこれは俺がやるんだっていう、うん、もう確信なんですねそうですねもうそれこそもうクレイジーですよねクレイジーに絶対にやるっていうなんかマインドになりますねほら絶対にやるもううん、そういうマインドになった時は、うん、形になってきますよね、うん、一切迷いないですからね、うん、だから疑いもないってことですよねないですねあもう走るだけだなっていう、うんうんうん、なんかこう走ってる間って、うん、そんなに
こうなんかこう横やりとか、うんうんうん、なんか障害とかってやっぱり起きますよね。うん、ありますよね。うん、でそういうのが起きた時も、うん、その子供の時と同じように、うん、こうますますワクワクするっていう感じ。そうですね。これ乗り越えたらどうなるのかなとか、うんうんうん、妄想の力、勘違い力って言ってるんですけど、はい、勘違い、もう助けられてますね、うん、これに。うん、私も、まあ、実感されている、うんうん、まあ、勘違い力っていうのも、うん、それはパイトネスの中にこう組み込まれているというか、そうなんですか。そうですね。でもファイトレスの中ではどっちかというと、もうとにかく楽しんでもらうっていう、うん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 、同じ空間で喜びの共有体験をすることで人って仲良くなるんですよ、うんうん、まあ、だからまあご飯会もそうだし、うんうん、まあ、ゴルフもそうじゃないですか。やっぱり同じ空間で喜びを共有体験するってすごい力なんですよね、うんうん、これも体験してもらうっていう、うん、あとは心と体がつながってるっていうことを実感してもらうんですよね、うん、もう体の状態をもうポジティブにすると、うん、もうポジティブな心になっちゃうんですよね、うん、もうすごいもう連動してるので、うん、今の時代に一番必要だと思うんですよね。そうですよね、うん、体が動くっていうその、まあ、こう可動領域も狭いですもんね、うんうん、普通の生活して今どん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 メンタル、うん、あの落ち込んでる人多くなってると思うんですけど、うん、それやっぱり、まあ、スマホとパソコンの、はい、せいなんですよね。それでどん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 体が動かなくなってしまって、うん、でもポジティブな体の使い方をすると、うん、もう姿勢を上に上げるだけで、うん、もうポジティブな心って生まれるから、それを運動プログラムで体験してもらって、うん、あ、体と心はつながってるんだって、これを腑に落とすだけでも人生変わると思うので、うん、それを教えてました。なるほど。それがまあファイトです、うん、で、アスリートの方と、うん、あの障害のうちのお子さんたちをつなげるということで、はい、うん、そこにはどんな喜びが作り出されるんですか。これも、うん、やっぱり同じ、これはあのオンラインでやってるんですよ、うんうん、オンラインで、うん、で、アスリートはもうトップアスリートが20人以上集まってくれて、うん、で、子どもたちは四肢の障害を持った子どもたちが多いんですよ、うん、集まってくれて、うん、そこでファシリテーターも入れて、もうそれぞれブレイクアウトルームに飛んでもらって、うんうん、あのこれからやりたいこととか、うん、ワクワクすることとか、うん、夢とかを、まあ、家族と一緒に語り合ってもらうんですね、はいはい、まさにこの喜びの共有体験なんですけど、うん、そうするともういろんなものが生まれていくんですよね、うん、アスリートはもう子供たちからパワーをもらうんですよ。ただもうただ笑ってるだけの子供たちから。でアスリートって何かを成し遂げた僕たちには価値がないって思ってきた生き物じゃないですか。何かを成し遂げなかったらもう人は認めてくれないんだっていう生き物だったはずなのに、向き合った子供たち、もう四肢の障害を持ってた子供たち、何もできない、でも笑ってくれる、あのその笑顔だけでいいんだっていうことを子供たちから教えられちゃうわけですよね。はあ、そのままでいいんだっていう一番大切なものを子供たちから教えてもらって、で子供たちはアスリートのパワーから元気をもらって、親御さんも元気をもらっ て、この喜びの循環が生まれるんですよ。みんなの人生がどん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 いい方向に行ってくれてるのを感じてますね。本当のなんか交流ですね、それこそ、ね、うんうんうん、そうですね。あんまりそういうねイベントってないんですよ。僕たちがこう一方的に教えるっていうのもあるんですけど、うん、なんか同じ目線で同じ喜びを共有体験するっていうのは実はなくて、うん、素晴らしいですね。で今度、リアルに、はい、リアルなイベントもやっていきましょうっていうことになってきて、3月には児童養護施設の子どもたちに e スポーツの体験をアスリートと一緒にやりましょうっていうイベントを開催するところです、うん、そうなんですね、うん、それいつ？これはね3月5日ですね。3月、うん、そうなんですか。もうそれこそなんかそこで またさらにリアルでつながると、うん、オンラインの時とまた違うでしょうね。また違うものがね。ないでしょうね。楽しいですね。そういうなんか人の喜びを作り出すっていうところがずっとずっとつながってきてるところですか。そうですね。結局そこなんですよね。だから、うん、僕はもう今戦えないですけど、はい、でもヒーローはやっぱりこう人を感動を与えたり、ポジティブな影響を与えるのはヒーローだと思ってて、うんうん、もうそれは戦わなくてもできるんですよね、うんうん、もう今やってる活動でも十分できるので、はい、今も昔の思いのままで生きてるっていう感じですね。そうなんですね、うん、じゃ あのこれからっていうところで聞くと、うん、何かまたこう妄想としてワクワクっていうようなものってあるんですか。
今はですね、コロナになってすごくまた人生観が変わって、はい、今までファイトネスのいろんなところに営業に行ってで、まあ、お仕事もらって忙しくしてたんですけど、はい、コロナになって全部企業研修がなくなって、うん、こう隙間時間になった時に、うん、あれ幸せと思ったんです。なんかあれのんびりすごくなんかいいなって、うん、で今までずっと思いを形に思いを形にという思いで生きてきたのに、うん、あれ俺 今っていう時間を大切にしてこなかったなって思ったんですよ、うん、あれ一番大切なこの部分がぽっかり空いてて、うん、もうずっとこっちを形にすることができれば夢を形にすることができれば生きてきて、あれってそれってなんかすごく虚しいなと思ったんですよね、うん、終わりがないなと思って、はいうん、でその時に感じたのが、僕引退をして、うん、想像を超えた未来ってあるなって感じ始めてたんですよ、はい、あれ今までは思いを形にするために生きてきたのに、うん、あれ想像してなかったのにこんな景色が見えちゃったとか、うんうん、想像してなかったのにこんな人たちと会えちゃったっていうことが多くなってきて、うん、あれ想像を超えた未来ってあるなと、どういうことだと思って、うん、でいろんな人にこう、まあ、夢叶えてる人に聞いたら、うん、みんなあるって言うんですよ。結構二手に分かれるんですよね、うん、思いを形にするタイプと、うんうん、いや想像を超えた未来が、うんうん、想像を超えた未来を作ってきた人たちの共通なことも、うんうん、は今を大切にしてたんですよ。みんな今を、あ、今を大切にしてたら、想像を超えた未来がやってくるんだと思って。今は、完全にこっちにシフトしました。夢とか、思いとかに縛られるっていうのは一回やめようと思って。もう今実験中なんですけど、人生かけて。やめて、今をとにかく大切に生きる。今をとにかく大切に生きるっていうことをやってみようと思って。そこから見える景色を楽しみにしようと思っているのが今ですね。お師匠さんにとって今この瞬間を大切にするっていうのはどんなことなんですか？幸せを味わうっていうことですね、うん、今まで満足しちゃいけないと思って生きてきたから、うん、満足したら成長止まる、うん、満足しようと思って、ね、もう今の俺で満足、もう十分満足、十分幸せ、今十分幸せ思ってみようと思ったら、すごい幸福感が湧いてきて、うん、今までは足りない足りないっていう、うん、とこからのスタートだったから、すべての夢が、うん、でも、あれ俺もう満たされてるんだ、うん、十分満たされてるんだと思ったら、うん、すごく幸せだし、うん、もう毎日毎日がスペシャルなんですよね、うん、この瞬間、この時しかないですもんね、うん、そう、本当そう、うん、もうお風呂入ってる時もそうですよね、うん、あー気持ちいいってお風呂入りながら、明日の言葉とか考えるじゃなくて、ご飯食べてるときは、うまいな、もう今、こう生きてたら、本当に今幸せで、そしたらやっぱり想像を超えた人だったり、景色に今会えてるので、この生き方を追求してみようと思ってます。そうですね。まあ、自分から出る波動が、とあった現実が起こり始めた、ね、そういうことなんですよね。そうだから量子力学とかを勉強するとすごくやっぱ腑に落ちて、うん、あそうかって、素粒子でフォトンは共振性って言って同じものを引き寄せ合う、うん、あじゃあ今が幸せだなと思ったら、うん、もう幸せな人だったり幸せなことが近づいてくるわけだから、うん、あこれが本当の引き寄せの法則だと思って、うん、今これを極めようと思って、そうなんですね。そう本当じゃ量子場っていうかね、うんうん、量子のところの振動、うんうんうん、でもうそれが現実化していくっていう、うんうん、で自分がその同じ振動になればいいっていうことです、ね、そういうことですよね。こっちの方はしかもやっぱり希望があるというか、うん、やっぱりね子供たちにも僕今まで講演してきたんですけど、はい、お前は形になるよって話した時に、うん、でも、うん、それはね残酷だったりするんですよ、うん、やっぱり、うん、やっぱり思いは形にならないこともいっぱいあるし、じゃあならなかったらどうなのっていうことになっちゃうんですよね、うん、別にならなくても人生はもう幸せでいいわけだし、もうならなくても満足していいわけだから、今はね全然そのやっぱりお話する時のメッセージが変わってきましたね、うん、
今を大切に生きようっていうことが一番大切なんだよ、うん、何があっても、 もう現状に感謝することが一番人生で大切なことなんだよっていうメッセージに変わりましたね、うん、そのことによってなんか体の変化とかはい、ちょっと止めてもらっていいですか、まあ、楽ですよね、今度ちょっと長めに大山さんの話を聞くっていうのをやってみましたけど、後半どうですか？やっぱりね、なんか僕はちょっと勝手に近しいところがあると思ってるんですけど、力が抜けてますね、今ね。うん。だからなんかすごいちゃんと受け止めていて、なんか客観的に見れてるっていう感じがしましたね。お話聞いてて。だから今まではね、とにかくがむしゃらにやって、自分でいろいろ体感してみて、やってきたところの積み重ねが、そういう方に流れてるんだなっていうのが、なんか、ああ、なるほどなって思いましたね。なんかね、動かないと頭おかしくなるとか始めてて、ちょっとわかるんですけどね、僕もね。そうそうそう。あれ、今の大山さんのお話聞いてて、例えば、ボンドの経験の中でも、こうなんか似通ったものってありますか？あのね、結構重なるところがあって、なんだろうな、僕もだからあんまりどっちかというと考えず、一応考えようとするけど、結局考えないで動いちゃってやってみて、なんかダメだったとか、とか、ただ、でも、どっからか、やっぱりやってることが、大山さんも言ってたけど、景色が変わってくるとかっていうのを体感できるようになってきて、なんか勘違い力っていうのも言ってたけど、なんかそれはそれでもうね、一生懸命突き進めばいいんじゃないのかっていうのは、僕自身も自分、僕もそういうところすごく多分にあるんで、その勘違いする人の役割っていうのも別に全然あっていいと思うから、なんかそういうふうに自分のこう、なんていうかな、役割を意識してやり続けたことが、なんか突き抜け感につった、つながったのかなっていうふうに思ってましたね。そうですよね。そうね。あとやっぱりその子供たちとの関わりっていうのは、この前もちょっと前回も話したと思うんですけど、僕もちょっと今ね、息子がサッカーやり始めてコーチもしてるんで、すごくわかりますね。なんか純粋でね、子供、なんか時々危険っていうか、凶暴っていうか、ね、純粋すぎるのところもあるけど、なんていうかな、やっぱり一生懸命やって、試合で負けたら泣いて、なんかふてくされてる感じだけど、どっかで切り替わってまたやるみたいな感じで、ずっとね、サッカーなんかやったら走り続けてるけど、ああいうのにやっぱり僕らもやっぱ勇気もらうし、やっぱり一生懸命やらなきゃいけないなとかっていうのは、とってもこう感じられる、こう今こう集中するっていうのは感じられるんで、なんかそういうところでは想像を超えた未来とかっていうのは分かりますね。もう自分とかもう どうでもよくて、力抜けたら、なんか全然違うところで、つながりとかね、こう生かされてる感があるので、またそこで自分の役割とか力を発揮すると、どん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 つながっていくのかなっていうのを、今の話でも思えたし、ゆうこりんと寺からもね、大山会とか言ってらっしゃる聞いてるんで、そんな感じなのかなっていうのを、すごく、はい、ポジティブにやられました。もう面白いですね、本当ですよね。ありがとうございます。寺どうです？そうですね、本当に最初前半のね、ところでその情熱、もう情熱だけでプレゼンをして対応してもらったっていうお話があったじゃないですか、でやっぱりそういうこう自分の商品とか自分ところの、なんだろう、提案をこうどっかで、あ、ちょっと自信ないなって思う時と、もうとにかくそんなの関係なく、これすごいよってもう自分自身ももう惚れ込んでる時とって、まあ実際ね、いろいろやってるとあったりするんですけど、やっぱりもうその自分が惚れ込んでるっていう状態の時が、なんだかんだ言ってやっぱりお客さんにも伝わるし、なんかこういいこと言おうとか、なんかまあよくは思われたいじゃないけど、なんかそういう
プレゼント化すると大体失敗するなっていうのがあるんで、うんうん、やっぱどんだけ自分とかの商品とか自分自身を好きになれるか、うん、それをこう情熱く語れるかっていうのは、うん、本当大事だなっていうのはもう思いますし、うん、もうなんか大山さんと話してるともう常になんかもう本当そんな状態だなっていうのは、うん、うん思うから、まあ、その引退されてゼロからスタートの時もうきっとこんな感じだったんだろうなっていうのは、うん、なんだか想像が、うん、つきますね、うんうん、なんかあの大山さんとお話ししててやっぱり感じるのはやっぱ素直さ、うんだからもう何かにはなるんだろうなと思って実際引退されたら何もならなかったってなった時に、うん、彼が何をやったかって言ったら経営者の方に話を聞きに行ったって言ったじゃないですか、うんうんうん、なんかどうしたらいいのかとか何が自分にはできるんだろうかみたいなといろんなお話を聞きに行ったりとか経営者の人がどんな経営してるのかなみたいな話聞きに行ったりとかよくその辺の詳細は分かりませんけども、うん、人に尋ねていくっていう、うん、その素直さなんかそれって、うん、なんかできるようでなかなかできない、うんうん、まあね変にプライドとかね、うん、そういうのが邪魔する時もあるしそうで、うん、その格闘家だった自分っていうのをが全然今ダメなんですっていうのを相談しなきゃいけないわけでしょ、うん、だからそのなんかね初心者っていうふうに自分を扱える素直さ、うんうんうん、だってある領域でトップまで行ってるわけじゃないですか、うん、でもその人がそのじゃあその引退したっていう状況の中では全くの初心者として自分を扱えるっていう素直さ、うんうんうん、これねなかなかできないんですよ。そうね、できないよね、うん、だからそこがすごいなって今日話聞いてて思うんですよね、うん、だからそれは謙虚さみたいな感じ、謙虚っていうか素直なんです。素直、うん、素直なの、うん、で松下幸之助も素直が大事ってさ素直な心っていうのが一番大事だって松下幸之助さんも残してるけど、うん、その素直って別に従順に人に従うっていうわけじゃなくて、うん、そのなんていうのかなその自分自身を本当にゼロリセットできる力だよね、うんだから素直にやってみるってことなんでね、うん、でだから素直に聞きに行くから、うん、俺は実はこんな世界でこうこうこうでこうだった男なんですよとかじゃなくて、うん、もう何にもならなかったんですけどってちゃんと そのあの通り言ってると思うんだよね、うん、どうしたらいいでしょうか、うんうんっていうその初心者に自分が素直になれるって、うん、なかなだからさなんかこう引退してもさ元会長とかっていう名刺持ち歩いちゃってる人とかいるわけじゃん。うん、でもそのもうその会長降りたんだったら、うん、もうそこでゼロのスタートなんだよね。だからそこで自分を素直に、あ自分は全然世の中こういう領域では全然初心者だから皆さん教えてくださいみたいにさ、うん、入ってちゃった方がそれでああなるほどなって言って素直に生きていく方がさずっと楽しい愉快な人生が繰り広げられるんだけどとかっていうのもあるでしょ、うんうん、でもう世代交代してじゃあ息子に全部託したとかって言いながらさ、うん自分の影響下にずっと置こうとしているもしくは置いているっていう先代っているじゃない、うん、でも それってさ、うん、その初心者素直に初心者として経営に向かっていく人の気持ちを阻害してるしさ、うん、とかっていうだからその辺がね大きく
これね、本当に気づかない、ほとんどの人は気づいてないと思う。ここが肝心なんだっていうの。うん、すぐ自力でなんか、自分の発想にしちゃうから。自分なりに頑張りますとかってなっちゃうから。だって、初めてやることで自分なりってできないよ。うん、やっぱり、それは、いろんな人に話を聞いてって、自分を空っぽにして聞ける力ってすごいなと思う。うん、うん、でその空っぽにした中で、あ、ストレスチェックっていうのがあるんだっていうのを、それだって知って、うん、だったらそのストレスフルな状態は自分は体を動かすってことで、うん、社会で働いてる人たちにとっても貢献できるっていうふうに思った瞬間っていうのは、もうそれが、その、なんていうの、大山さんがその領域が好きだとかじゃないんだよね。嫌いだとかじゃなくて。うんうん、もう俺がやるしかないっていう感じだよね。うん。俺がやるしかない。うん。そういう意気込みが情熱となって伝わるんじゃないかなって思うんですよね。うん、その後の障害者の方とアスリートの方を結びつけるっていうのも、もう俺しかできない。俺がやるしかないっていう。だからこう常に、その時その時にこうヒーローと出会うよね。うん、そうそうそう。山下先生の、うん、っていう、またその言葉にバーッとこう衝撃を、そう、頭を打たれて、そうそう、うん、それも素直だよね。だから、うん、だからなんか、あの人はあの人、自分は自分見たくなっちゃったりするとさ、うん、あ、そんな衝撃を受けましたって、感動しましたって言っても、自分を突き動かす力になかなかならないよね。うん、だから本当にすごい、素直さっていうのを持った人なんじゃないかな、うん、お持ちの方なんじゃないかなってお話聞いてて。うんうん、僕なんかもう一個感じるのは、潔さかな。あ、潔さね、うん。あるよね。そこはバランス取れないと多分こんなふうになれなくて、うん、そう、さっきゆこりんが話したけど、やっぱね、僕らも企業研修、DV 教育でやるけど、うん、やっぱ手放せない人がね、残ってて、そうそう、複雑にするんですよね、組織。そう。そう。それ、その人複雑にしてるってことに気づいてないのよね。ない。ないし、自分のやってきたこととか気になることをずっと続けようとするけど、うんうん、もうそれってね、結構影響が悪いパターンが多くて、そうなの、うん、バランスが取れなくなるのを助長する感じがするけど、うん、で、まあ、僕らの言うその手放すとかね、うん、ところと素直さっていうのが両立できると、大山さんみたいな、そう、ね、そう、形になるのかなって思うんですけどね。うん、うん、だそんなに仕事が好きなんだったら別会社立ち上げろって話なんだよ、ね。自分でやればいい。自分でやればいいじゃんって。そう、うん。もう譲ったんだったらもうゼロから自分がまたやればいいじゃんと思うんだよね。ね。うん。うん、だってその力が自分にあると思えるわけだから。一番いい、それを活かせる形にする。そうそうそう。思えることをやればいいわけだからね。うん、っていうふうに、ちょっと、批判しましたけどもでも本当に潔さだよね。幕の引き方間違えちゃうと、うん、もう多くの人を不幸にしちゃうから ね、 ね、うんうん、そうなんだよなっていうことで、じゃあちょっともうちょっと動画を見ていきましょうか。そのことによってなんか体の変化とかあるんですか？まあ、楽ですよね。今までやっぱりこわばってたから、俺がやるぞ、そう、俺がやるぞ、形にするぞみたいな。もうなくてもいいや、何も十分幸せ、ありがたい、ありがたいって。で、人ってやっぱり幸せになるために生まれてきてるはずだから、ね、そう、だからそう逆になっちゃうんですよね。思いを形にした時に幸せになるのかって言ったら、全然そんなことなくて、まあ、1,2 週間テンション上がるけども、またやっぱ元に戻っちゃうんですよね。そうした時にもギャンブルと一緒で、また思いを形にしたくなるんですよね。まあ、物欲と一緒でもうエンドレスなんですよね。
だからそこのマインドになっちゃうと人生つらいだろうな、つらいなっていう、僕はもう経験してきたんで、何をなくても今もありがたいな、幸せだなって思って、その思いがベースにある上で、よしじゃあこれ形にしてみようっていうのはありだと思うんですよね。この順番間違えちゃうと永久に幸せが来ないみたいな。じゃあ先ほどおっしゃったよね、今に見てよっていうか、見てろよ絶対俺やってやるっていう負の、あのエンジンを使ってたとおっしゃってましたけど、そのエネルギーの使い方が変わったってことですね。そうですね、それもなくなっちゃうんですよね。だから現役時代の顔と僕今の顔全然違うんですよ、ね、よくフェイスブックで、ね、そう、あ、この僕もあれ本当に、こんなに人って変わっちゃうんだと思って、面白いなと思って、まあ、アップしてるんですけど自分でもびっくりしますね、こんな怖い目してたんだと思って、まあ、ファイターですからね、なんかヒーローだからこうみんなを笑顔にするっていうのは同じだけれども、こうアプローチが違ったと。そうですね、まあ、燃やしてる燃料がね、あっちは負ですかね、じゃあちょっとあのダークな方そう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 、ダークエネルギー、ダークエネルギーです、今思えばね、だから終わらないですもんね、満たされないし、今は満たされてます。あ、素晴らしいですね。じゃあそれをまあ 早めにというか、子どもたちがそれを知ることってすごく大事ですね、すごい大事だと思う、やっぱりそれが自己肯定感にも つながっていくので、一番教育でもしかしたら大切なことなんじゃないかなと思いますよね。そうですね、足りないものを補うんじゃなくて、もう今あるものに感謝する、満足するっていう、それがでも勝手に自己肯定が生まれるから、勝手に何でもうまくいっちゃいますからね。じゃあもうなんか日本は自己肯定感がすごい低いっていうね、若者の自己肯定感が低いとかっていう数値も出てるけれども、それはやっぱりそのじゃあ高めようみたいなので、なんかこう努力をしてこれができて高めようじゃなくて、今を認めて感謝するっていう、そう思う、そう思う、足りないものを補っていくじゃなくて、まずは今あるものにありがたいなって思うっていう、ここのベースはめちゃくちゃ必要でしょうね。生まれてくるだけでもすごいことじゃないですか、考えても、すごいことだし、今、ね、僕は今48歳、48歳まで生きることができたっていうことでも十分ありがたいことだし、僕の友達はもう早くいなくなっちゃった人もいるし、全身不随の男もいるし、普通に動ける、目が見えるって言ったけど、本当にすごいことだし、今自分にあるものを数えたらいくらでもあるんですよね、まずは気づいてあげるっていうこと。そうですよね、だから当たり前のことなんですよね、感謝するってね、なんか特別なことが起きたから感謝するっていうんじゃないってことですよね。本当そうですよね、もうなんかね、だから感謝って筋肉だなと思ってて、で感謝すればするほどやっぱその感度って高くなってくるんですよ、そうだから、今感謝の筋肉だいぶ大きくなってて、空を見て、うわ今日も青空って言って、なんか幸せになります。そうなんですね、幸せですね、本当に。そういう何がなくてもあることが幸せっていう感覚って、だいぶ薄れてきてますよね。みんな特にそうじゃないですかね、今の教育の仕方がやっぱりね、もっともっとですもんね、そうですね、これができたら偉いとか、これができたら優秀とか、でそうすると幸せだよっていうなっちゃってますね、そうなっちゃってますもんね。じゃあもうありのままの自分自身を、とその世界っていうものを感謝することの文化が自分自身を自由にしていくっていう、そうですね、ことですね、そういうマインドでいるとまた人も近づいてきてくれるんですよね。やっぱり人って楽しい人、明るい人のところに来るじゃないですか、そういう僕がマインドでいるから、やっぱりいろんな人が来てくれるので、まあありがたいですよね、本当に、ありがたい循環しかないですよ、ありがた循環が起きるわけですね、ありがた循環が起きます、で結果ね、人にもいいプラスの影響を与えることができるから、いいことしかないんですよね。そうですよね、なんかこういうことが起きたからありがたいじゃないですもんね、そう、もうそもそもがありがたいから、そもそもがありがたいから、な
それは素晴らしいことですよね。なんかいいお話聞かせていただいて、いやいやありがとうございます。何か、まあ、最後まとめとして、うんまあ、俊吾さんが、うん、あのこれだけはちょっとこのご覧いただく方々に伝えたいなってことがありましたら。そうですね、やっぱり今ね、コロナに戦争に大変な状況ですけども、そんな状況でも今ある感謝を見つける癖をぜひ身につけてほしいなと思います。それはもう人生をより豊かにしてくれる習慣になると思います。はい、今日はとても素晴らしいお話をいただいてありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。どうですボンド、大山さんがたくさんいると戦争起きないですね。起きない ね、起きないですよね。最後の戦争のことも心配されてたけど、うん、すごい面白いですね。なんか、うん、循環っていう話とかも、うん、大山さんの中ではね、もうチームを含めてぐるぐるいい方に、うん、こうね回っていってるんだなっていうのがすごい伝わってきたし、あの名言出ましたね、感謝の筋肉、うん、そう出た出たあ、それって結構ついてくんだっていうのは、うん、あーそうかと思って、うん、うんうんうん、あの僕も毎晩はその感謝とか、うん、反省はするようにしてるので、うん、はい、素晴らしいよね。あ、感謝の筋肉っていうのは発想したことなかったですね、うん、筋肉っていう発想がやっぱり大山さんだし、大山さんだよね、うんうん、でもついていくんだよね着実に。そうそう、しないでね、うん、で鍛えると強くなるっていうね、強くなるね、うん、なるほどと思って、うんうん、そこ感謝の筋肉鍛えよう、うん、本当だね、うん、セラどうですか感謝筋肉の調子は感謝の筋肉ねーちょっと弱いなぁ。弱いんだ。ちょっと弱いですね。その毎日の習慣、うん、小さいことへの感謝、うん、これをしていかないといけないなぁ、うん。ね、うん。だって、空を見上げてさ、ああ、今日も天気がいいなぁって言って感謝ってすごいよね。そうだね。今日はなんか私なんかもう暑いなって文句つけたから。朝一から。朝一から。こんなに歩いてるみたいな。そういう自然に対する感覚っていうのは、うん、やっぱり昔とは変わったけど、うん、でも感謝にまではまだ至ってないかな。うんうんうん、あでも大山さん前半でも言ってたけど、そのやっぱ上を見るとか。うんうんうん。うんうん、なんか体のね。うんねうん、だから分かる。だからこうちょっと目線上げるとやっぱ空が見えるとか星が見えるとか、島内でも空広いんだよね。うん、そう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 。そういうの感じられるとね、ちょっと前向きになれるというかね。うんうん、なれるね。リセットしやすいですね。そう、うん。やっぱり体がこう、体が気持ちをや心を運んでくれるってあるからね。うん。うん、あるし、その、まあ、サッカーとかでもそうなんだけど、そのやっぱり状態が立ってると周りが見えるって。うん。うんうん、あのやっぱり肩甲骨とかも最近意識してるんだけど、立ってると空も見えるし、うん、強くなるし、呼吸もなくなるしとかね。ちょっとみんな上をちょっと斜め15度ぐらいいいですよね、うん、そうなんかいい、うん、いいよね気分としてね、うん、ね、もうそう見えると他のことあとこう血がバーッとこう体に流れていく感じがする、うんうん、あするうんうん、特に我々ほら手先と手先だけで生きてるからね、うん、こうなっちゃってるからねこうなっちゃこうなっちゃってるから、うん、常にねこうね、うん、そうそうだからスマホも良くないって言うよねこうあこうやってねうんうん、うん、下を見てるばっかりそうそうそう、うん、なんかこう、ね、ちょっと坂本九ちゃんだね上を向いて歩こうだねうんそうねだからこのやっぱファイトネスもやってみたいよね。うん、うん、そうだね、うん。なんか教会のビーイングアーツでね。うん。そうだから知り合い大山さんの動画をこういろいろねチェックしてた時に、うん、YouTube でそう企業研修っぽい感じで
ファイトネスの動画がこう出てたんですけど、うん、そこに知り合いの経営者がこうやってやってた。あ、やってた。やってた。もうやってるじゃんと思って。やってる。うん。だからやっぱりその体と心はつながってるっていうのも言ってたけど、うん、ね、あの千年祭りでも身体知性とか取り上げてやってるけど、うんうん、まさにそこと一緒ですよね。うん、そうですよね。でも本当今話聞いててね、本当にマスターヨーダの教えと同じことを言ってるなっていう、そのジェダイのね、ジェダイの教えをね。それはもう教会の教えと言ってもいいよね。そうそうそう。もうすでに足りてるんだよと。ね。すべてあるっていうね。すべてあるっていう。やるかやらないかだけっていうね。そことね、うん、あのアナキン・スカイウォーカーがダース・ベイダーになってしまったこのダークエネルギーでね、ダークエネルギーで、うん、足りない、満足しない、うん、そこのエネルギーに引き込まれてってしまったエピソードと思う、うんうん、またあの本、ジェダイの教えを本を思い浮かべながら大山さんの話を聞いていた。そうだね。寺らしいな。そう。でもあれもまあいい本だよね。うん。うん、でも大山さんはまあそれを実践してきてるっていうね。うんうん、でもまあアスリートの方たちは、まあよくね、オリンピックとか、うん、大きな大会の後、そういうやっぱ燃え尽き症候群みたいなのとか、うんうん、まあ、僕らでもなんかやっぱりそういうこうでっかいイベントとかあると、一時こう、まあ別の経営者の会ですけど、うんうん、その会の中でやっぱりでっかいイベントがある、うんうん、あった後は、うん、一回そこの組織がね、うん、ちょっと弱まるっていうのを、うん、そうそうそう、よく言われてるんですけど、うん、だからもうなんかやりきった感で出るからね、うん、だからでもやっぱりこう継続して循環して継続してくって考えると、うん、別にそんなこうなくていいんだよね。そう、うん、だからそれがなんかこの新しいなんて実現の仕方、うん、いや絶対やるって、あそこに行くんだっていうさ、うん、その大山さんが、うん、もう今幸せだっていうことが、うん、結局は想定以上の幸せを自分に運んでくるっていう、うん、まあ量子を超えた未来ね、うんうん、話が出たけど、でこれもね、この間まあ、寺沢上人様って日蓮宗で、うん、平和の行進活動っていうのをもうずっとやってらっしゃる方で、うん、でそのフェイスブック出てましたね、うん、フェイスブックに上げたんだけど、その紛争地帯をずっと歩くから、うん、もう戦車がバーって並んでいる、でもう拳銃とか全部向けられてる状態で、うん、その、まあ、日蓮宗ってこの内輪太鼓っていうのをこう叩きながらね、南無妙法蓮華経ってお唱えしながら祈るっていう形式なんですけど、うん、それをこうお唱えしながら戦車に一人で歩いて向かっていくっていうね、でそういう経験もずっと重ねてこられた方なので、そうするとさ、なんかすごく勇ましい方かなとかって思いがちなんだけど、めちゃくちゃ柔らかい穏やかな方なんですよ、うん、でその方がその要は人間の世界を超えた仏の世界に祈りが通じると、仏の世界のエネルギーの方が大きいから、必ず人間世界っていう物質化の世界は その影響下にあるから、この一つ上の、一つ上とは言わなかったけど、まあ、とにかく その上のね、うん、領域に祈りを届ける必要がある時代に今来てるって話をしてくれたの。うん、でそれが本当の平和の祈り、うん、でそしたらそういう大きい宇宙が動けば、うん、宇宙の動きには人間は従わざるを得ないから、
だから人間にそのどうぞ平和戦争放棄とかっていうんじゃなくて、このもう宇宙に祈りをあげるっていう、うん、そういうことが重要な時期に来てますってお話をされてて、うん、でその時に別になんていうのすごいもう叫んだりこうなんかすごい勢いが必要なんじゃなくて、うん、なんていうのまあまっすぐな振動なんだよね。うん、だからなんかそういうのが たくさん起これば確かに世界って自然に戦争も回避されていくだろうし、うん、いい方の傾きに、うん、こう傾きがこうって角度が変わるんじゃないかなってお話聞いてても思ったけど、うん、その話とね、うん、今幸せだってことに感謝するっていうお話とすごく重なったんですけどね、うん、だからその心の持ち方っていうのって、うん、まあ、仏教の原始、まあ私ちょっと仏教が好きだから、うん、よくそのブッダの言った言葉とかをの本を読むんで、うん、なのでどうしてもそういう例えになっちゃうんだけど、別にそれ宗教観としてそれを信心しなきゃいけないよとかそういう話をしてるんじゃなくて、うん、その中にね、心によって、その人間はね、心に付き従うっていうね、仏典の言葉があるんですよ。うん、で、うん、今、後ろ向いたのは、それちょっと本取ろうかなと思って。うん、誰かいたのかと思った。いたのかと。それで見ると、千年杉を見てる感じ。そう、千年杉見てる。このね、まあ、ダンマパダっていうね、原始仏教の経典の一つなんだけど、うん、その中にね、一番最初に、物事は心に基づき、心を主とし、心によって作り出される。もしも汚れた心で話したり、行ったりするならば、苦しみはその人に付き従う。車を引く牛の足跡に車輪がついていくようにっていう言葉から始まる一節があるんですね。でそれぐらいやっぱり心とか思いっていうのは、うん、現実の世界に影響しますよって、それをいかにこう整えていくかっていうのが、まあ、人生の中で私たちが取り組んでることだよねっていうことなんですけど、もうまさにあれじゃんね、その足りないからのスタートなのか、うん、出されてるからのスタートなのかっていう話、ね、そうなんだよね。うん、だからなんかビーイングバリュー協会のビーイングっていうのもあり方じゃない。うん、だからあり方が価値を作るんだって言ってるじゃん。うん、それって本当にそうだから、うん、うん、だからやっぱり自分のあり方ありようっていうのが、うん、世界を作り出してる、うん、っていうので、まあビーングバリュー協会さすがだなと、うん、大山さんの話聞いてても思いますよ。うん、うん、そうということで、ちょっとこれからも、うん、大山さんにはちょっと着目っていうか注目して。そうですね。ね、なんか、そう、うん、さっきちょっとボンドが言ってたけど、4月に大大山会という、はい、まあ、大きなイベントというかね、うん、チャリティーイベントか、うん、参加してきたんですけど、うん、600人って言ってたっけ。うん、600人集まったりしてた、うんうん。それだけの、こう、集まりというか、人がこう、引き寄せられて、うん、引き寄せる力っていうのがね、すごかったなっていうのと、うん、もうみんなそこにいる人たちが本当に幸せそうな、うん、みんな顔をしてたっていう、うん、すごい印象的なイベントでしたけど、うんうんうん、本当印象的でしたね。うんうんうん、まだまだ目が離せない、うん、発信力もすごいしね。そうそうそう、うん、あとそのケアする力、うーん、
もうすごい。いや、する力がまたやっぱり大山さんとのパートナーである奥さん、純子さん。純子さん。うん、この純子さんがすごいなっていうところで。うんうん、ところで。次回は。次回は。その奥様である。そう、大山さんのね、奥様。はい。純子さんが。登場します。インタビューを受けていただけたので、うん、登場いたします。はい。はい。ありがとうございます。というところで、はい。はい。あの、2回にわたってですね、しゅうめさんのインタビューを見てきましたけれども、うん、皆さんにはどう映ったでしょうか。ぜひですね、このインタビューを聞きながら、うん、今ここの自分と向き合っていただければなというふうに思います。はい。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ最後にですね、また恒例の俊吾さんの10の美意識、これを聞いて、お別れしたいと思います。なんだろう。では、はい、また来月よろしくお願いします。さようなら。はい、僕が選んだのは1番の喜びを作るです、喜びを作ることができれば自分の人生も友達の人生もみんな豊かになると思いました。クレイジーに生きようぜ。